そうですね、キャラクターとか背景も含めてすごく柔らかくて優しい感じがして、僕はすごい好印象を持ちました。全体の世界観を聞いて、それでどういう曲にしようかっていうのを考えて、その後にいろんな画像とか資料をいただいて、それに合わせてそこからもう外れないような感じで曲を作っていくっていう感じですね。したのであまりこう重いドロドロした音は合わないと思いまして、でそこを気をつけて本当に重くならないようなとちょっと軽快な感じを持たせるようにして作っていきました。多分 BGM を消してプレイしてみれば分かると思うんですけれども、多分すごいなんか物足りないような気がすると思うんですよ。それと自分が今どこにいるかっていうのを BGM で分からせるとか、そういう役目があると思います。それとあとプレイしてる方にもやる気を起こさせるとか、興奮させるとか、そういう要素を音楽で助けることができると思います。そうですね、チャレンジというか、気をつけてるところなんですけれども、家庭用ゲーム機だと低音の部分を結構入れても大丈夫なんですけれども、モバイルだと再生されるスピーカーが小さいので、低域の処理をちょっと気をつけるようにしました。風の大陸リリースおめでとうございます。すごく優しい感じがするようなゲームになっていますので、皆さん楽しんでプレイしてください。